花粉症で鼻が痒いっていう考え方もできれば他が痒くないと思います。ヒヨキヨハロー YouTube よろしくお願いします。なんとあの企画やります。2対2です。2対2の方お願いします。イエーイ、梅谷選手です。よろしくお願いします。私たちとまた2対2をやってくださる相手を呼んでおります。よっしゃ、お願いします。お願いします。はい、どうも、吉本興業というホワイト企業に勤めてます。ホワイト企業に勤めてます。モンスーの小山と申します。ブラックブラックはい、ブラック勤めました。ゆきほまれです。よろしくお願いします。お願いします。サッカーの経歴お願いします。僕小中高大やってたんですけど、はい、もうずっと試合には出てなかったんで、はい、ずっとラインズマンばっかやってました。ラインズマン部。僕はだから経歴ラインズマン部って書いてます。同期おらんやろ。小中高、サッカーをしてて、高校を卒業してからあの F リーグのデュソン神戸とバスジョージにプレーしました、よろしくお願いします。さすがにさ、レガテさんとやった後に、もうプロ呼ぶんは早ない。段階不満一番これだけは、まあ、バラエティじゃないからな、うん、2対2をやります。ルールなんですけども3点マッチで。ちなみに僕たちとレガテさんをやったの 見られたりは。見ました見ました。それ見てどう思いました。気持ちよかったです。なんでやった。違う雰囲気すごい興奮して気持ちよかった。いやでもすごい戦いでしたね、ほんまに。勝てそう。勝てそう。あら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 。当てて負けたらあかんから。負けそう。うわ。いやらしい。ちなみになんですけど、高校は、ここはどこなんですか。高校はあの滋賀県の安高校。ああ。セクシーフットボーラー、セクシーフットボーラー。合ってたんやけど、なんか尺に触った。安高校のあの有名な PV でしたっけ。はい。PV の主演ですよね。主演です。あのみんな見たことあるでしょ。絶対見たことある。あれ結構有名な話です。言うてますわ。今日で潰しましょう。ボコボコにしよう。ボコボコにします。勝ちます。お願いします。お願いします。スポブラやないかこれ。スポブラみたいになってますよこれ。大丈夫ですか。こんなちゃうの。アウェイの洗礼こんなんあるの。チクビ、チクビ、チクビめっちゃ浮いぞ。え、キングあったらチクビ浮いてなかったら来たらチクビガーセやられてる。カツヤソン、めっちゃしんどい。え、こんな洗礼ある。まあ、梅谷、まあ、向こう F リーガーで、いろんな動画にもたまに出られたこと、一回大会で相手したけど、うん、勝負バリうまいけど、うん、ここ2対2やから、この現場そうそうそう、 J グリーンやから、マイホーム。俺たちずっと一緒におるから、ずっと一緒におるから、俺らがコンビで勝ちます。レガテさんの時もね、一応ほぼ勝ってるからな、あれ。うんうん、あの映像には映ってないけど、両方足蹴られ続けられてましたからね。向こうもごめんねってちゃんと言ってたからね。そうそう、僕のは削られてるの映ってましたけど、梅ちゃんが削られたシーンに関してカットしてますから、あまりにもちょっと、うん、ゴキッて言ってたからね。親指がもう OL の足みたいになってる。あ、ええちょっと待って、ちょっと待って。えこういうのって最初あるんじゃない。何がじゃんけん、うん、返すんじゃない。あれよ、くれたんよ。逆取られて、逆取られた。お分かりいただけただろうか。画面右端の緑頭の少年に注目してほしい。何かに引っ張られたのか、突如として姿を消してしまったのだ。何してこんなところでギャグええの。今じゃない、マジでいた、終わり。じゃあ先行で。じゃあケンハさん、どのじゃあな。すいません。ハハハOh, it's too good!
おいや石川越えも普通にやられた変わってないやろお前普通にやられたちょっと待ってくださいはいあの10番ないっすかえ10番着ないとなんか気持ち入らないっすさっきスポブライ言うてたよ俺やさお前大勢であとほんまに一番必要やったの今の見た俺一回お前の前こうやってしまう目隠し2人に見えたんやと思う多分いや2人には見えるよ2人あそっか3とか4とかやろお後ろあ違うわ悔しいから絶対この後また狙ってくるよ安はそういうことするそう安やから安やからね安はそういうことするライズマンもするよおちょセンキューうわっオーケーいや、見ましたなんかちょっとまた警戒してるじゃないですか全然ダメですもう駆け引き駆け引きあーちょっと10番これ10番かじゃん10番関係ないねなめちゃ使えるか使えるか作戦会議やなこれだからそこはもういちいちでお前やってくれそこで小山さんに出てどうするそこで小山さん出たらどうする小山さんとから俺が行くからチャレンジとか意味ないぞお前らそれこことここやでいい違う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 口と耳チューは無理そうな違うからどうしたいんすか攻撃は横で平行ラインで攻めてディフェンスはあえて縦にして横パスを切りながら縦に誘導して2人でドンってあんま理解してないですけど攻撃は自由に遊ぼういいねあるよナイス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 取られてよマキ取られてよはいかなと思ってんけどうっさいねあいつ言うなYeah!
マジでほんまに悔しい。話その2対1やったよなずっと俺コーンややってる顔するのむずかったよめっちゃ疲れてる やらしてくださいまあええよさ触ってました2回だけ君たちがもう1回やりたいってことですか。あれ上から来た。全然ですよ。やらしてくださいお願いします。いやです。パニック。いやです。え、むず。キッカチャンネルむず。ちょっとすみません。もう一回やりましょう。ごめんなさい。めっちゃうまない。早ない。こいつか。めっちゃ早いもん。横かわしてバン早いし、スクーン抜く早いし、取ると思ったら取れてへんし。さすがエフリーガス。君たちが見てるドリブルのチャンネル見たらダメ。これ見よ。誰か分かってるよな。痛い、シュート。うまい、うまい。止めて、止めて。入ろう、入ろう。うわあ、これや。よし、よし。あー、これは負けました。はい、申し訳ございません。さすが強かったです。どうでしたか感想みたいなの。楽しかったです。謙虚やな、謙虚やな。楽しそうない。楽しそうやった。楽しかったです。ほんまですか。うまいです、うまいです。ありがとうございます。謙虚、謙虚。どうでした。まあ気持ちよかったです。またや。吉本興業モンスーン小山さんなんですけども、はい、YouTube チャンネル始めまして、宣伝お願いします。モンスーンフットボールチャンネルという、YouTube チャンネル始めまして、コラボしてもらってよかった。その得なさすぎるで。得は全くないです、うん、はっきり言うな。J グリーン同士やから。そうですね、 J グリーン同士なんでね、コラボさせていただきました、はい、ありがとうございます。モンスーン小山さんのチャンネルの方に私たちも出演させていただいております。よし、はい、そちらの方もチェックしてチャンネル登録してください。お願いします、はい、そして僕今日ね2対2、はいはい、実は調子よかった。調子良かった。なんで調子ええんかなって、うん、僕と梅ちゃんなんか意外に調子良かった。走れた、なんかなんか走れたなと思ってた、うん、何かなと思って、何やった。違う、これや。え、お前これ何、珍しい。あ、これ後ろイボイボもついてるから。イボイボもついてて、旅の形になってるんですよね、はい、障害予防のソックスと、あとパフォーマンスアップのために作られたソックスで、今日皆さん履いていただいてます。クロスコレクト、こちらみんな履いてますね、プロの人。プロの人は結構履いてます。言えるんですか、プロの履いてる選手は。契約の関係じゃちょっと言えないんですけど、でもみんなが知ってる選手マジで履いてます。そんな皆さんお揃い、概要欄で行きましょう。買いましょう、これ。あと、あの僕自身があのドリブルスクールを展開してまして、月曜日 の南千里の佐竹台小学校で、小学生対象にスクールしますので、あ、ぜひ興味ある方ぜひ、参加していただければ嬉しいです。大人でもいいんですか。大人はちょっとダメです。あ、子供の格好するのです。あ、いけるね。そんな緩いんや。あと僕があのラインズマンスクールっていうのをやってまして。あるか。はい、毎週火曜日あの鳥貴族梅田店で。さっきね、2対2したじゃないですか。はい。で、僕どうでした、僕のディフェンス今日。あんま取れてなかったじゃないですか。うん。なんか取れない感じあったんですよ。いつも体入れてね、ガッと取れるから。なんで取れへんのかなって、ようよう聞いたんですよ。なんでかなと思って。ちょっと教えてください、答えを。一番は、まあ、ボールの持ち方、持つ位置なんですけど、まあ、サッカーしてる人は結構多いんですけど、はい、自分の前にボールを置いちゃうんですよ、でアウトサイド側に。これやと、こっち方向にしか行けないんで、飛び込んできてもこっちしか行けないんで、体で。僕なんか特に体弱いし、細いんで、これやったら上のレベル行ったらつけれないんですけど、はいはい、僕の場合
インサイドの膝下に置いてるんで、こっちにも行けるし、飛び込んできたらこっちにも行ける状態をあえて作ってたんで、しかも懐に置いてるんで、いけないんですよ、飛び込めないんですよ。動画でも ありました、はいはいはい、全然飛び込めてなかったんです。そうなんですよ。ここはここに置いてしまったら続けるんですけど、はい、僕の場合ここに置いてたんです。必ず行きにくいんですよ、こっちも。なるほどなるほど。行ったらなんか行かれるんちゃうかっていうのがあって、でこっちにも行けるんで、これなんですよ。ところの置き方だけで変わってきます、プレーが。なので僕と今後対戦する人、この持ち方やめてください。